そこ。これ動画使いますからね。顔ダメな人逃げてくださいね。これ動画使いますからね。これ大丈夫ですか、大丈夫ですか。ヒューさん早く行きますよ。いやいや、こちらこそ楽しんでください。じゃあまた。おはようございます。おはようございます。アポロチャンネル。いやー、ゆうさんすごかったっすね。盛り上がってらっしゃいましたね。いやー、今日はなんかアポロジックの視聴者さんがツイッターで集まって、これからなんかツーリング行くみたいですよ。あー、楽しそうでいいっすね。はい、俺らも一緒に行きたかったっすね。俺らはどこに。とりあえず今日じゃあ SCS 行きます。 SCS 行ったらバイク欲しくなっちゃう。今日はね、2月の何日だ、今日25、24、2月の16、17か。ずっと動画でゆういちさんが言ってたじゃないですか。何、ちょっと待って、ゆういちさん言ってたじゃないですか。ゆういちさんのね、下半身事情ですよ。あなた機能不全って言ってましたよね。機能不全ではない、もう何も動かないみたいな話してましたよね。今回ね、アポロ祭りでね、協賛として入ってくださった企業さんがいるんですよ。フォーマルクラインさんって言うんですけど、そこがね、なんとね、精力剤を使ってるっていう話あったじゃないですか。ゆういちさんね、持ってこいよとむちゃくちゃ言ってたじゃないですか。でも協賛でいただくから、そんな無理だろみたいな感じで言ってたじゃないですか、生放送で。今日持ってきたっす。マジ？はい。だからちょっとね、フォーマルクラインさんとお話しさせていただきまして、アポロチャンネル初の長期企画です。もう想像ついたでしょ。アポロチャンネル初の長期企画、うん、さっき日付言いましたね、僕2月の17、ネオックスというね、精力剤持ってきたんで、1ヶ月間毎日使用してください。はい、言っていいっすか。はい、いいっすよ。喜んで。僕らも忖度しないっていうのがもう当たり前なんで、1ヶ月使ってみて全然ダメだったらダメだったでいいじゃないですか。ゆういちさんに合わなかったっていうだけなんで、うん、僕もね、人生で1回もそういう精力剤使ったことないんで、ちょっと使ってもらってどんだけ機能不全が回復するかっていう。それで、はい、かつてのね、はい、輝きを取り戻せるならいくらでもやりますよ。やっぱり輝きを取り戻したいんですね、ゆういちさんは。悪いじゃないか。なんか噂によると、ゆういちさんバイク女子からの DM だけ全部返すって噂聞いてるんですけど。それよく言われますけど、はい、たまに男も返す。例えば最近さ、はい、すごい不安な感じの DM が来るんだよ。なんすかそれ。なんか、はい、1時間6万円でツーリングどうですかっていう DM がさ、3人族が来てるんだよ。開いてないんだけど、冒頭だけ読めるじゃん。ゆうさん、すいません。それ先日ですね、インスタライブで、インスタライブってコラボできるじゃないですか、うん、視聴者の方とかファンの方と交流したいなと思って、そのファンの方とだから5、6人かな喋ったんですよ僕。その中のうちの一人の女性の方が、うん、ゆういちさん大好きですって言ってたから、視聴者の方々全員に、おい、すぐに画面録画しろ、みんなこっからスクショタイムだっつって言って録画してもらって、それをゆういちさんに全員送りつけろっつって言って、ゆういちさんと何がしたいですかってそういうふうにその女の子に言ったら、1時間6万円のツーリングしてくれないですかねってその女の子が言ったんですよ。6万円払ったら多分ゆういちさんやってくれると思うから、みんなちょっと圧かけてゆういちさんに全員 DM しろみたいな感じで、その多分画面収録が全部送られてきてるって感じです。だから、はい、6万の話がそもそもさ、はい、俺が言ったバイク女子の話をネタにしてるだけだろ。ちがみなちゃんすか。ちがみなではない。あ、そうなんですね。ちがみなだけにね。ゆうさん、これあれですよ、これ見て、左見てこれ、これ豊洲市場ができたんですよ、ここ新しいエリアですよ。これ外国人の方向けらしいですよ。結構鉄火丼1杯6000円とかします。ゆうさん知ってます、今ニセコがアメリカみたいになってんの。ニセコ、ニセコじゃないの。あ、ニセコなんだ。北海道行ったことないから分かんないですよね。じゃあチガミナじゃなくてチガミナですか。
ニセコも鉄火丼1万2000円とか。マジ？マジっすマジっすよ。外国人価格になってるんですよ。富裕層しか行けないみたいな感じの。ああいうとこって多分あれなんじゃない、ギャンブルするとことか作るんだと思うよ。ああ。で富裕層だけ呼んでうちうちでやるっていう悪いことするんだと思うよ。しかもコンビニのバイト時給2000円とからしいっすよ。行こう。機能不全が回復したらそこでも何かあるかもしれないんで。機能不全っていうわけじゃないの。今渡しましょうか、ゆうさん。全体的に弱いじゃん。今渡してどうするゆうさん迎えに来たんじゃないですか。だから迎えに来たみたいなさ、古典的な流れやめ。はい、ゆうさん、ゆうさん、はい。いやだからさ、これ皆さんにお見せしどうどこにしまえばいいんだよ。ここに挟むしねえじゃん。そうっすね、そうっすね、もうスピードメーター見ポケットに入れてください、ゆいさん。ネロックスですよこれ。機能がちゃんとある人にとってもレッドブルみたいな感じで使えるらしいですよ一応。基本俺こういうものさ、はい、眉唾で見てしまうんだけど、はい、どうなんだろうね。だから来月の3月の17前後にこれの結果の動画をちゃんと撮って、で3月に多分この動画、ちょうどアポロ祭り直前ぐらいにこの精力剤の動画が上がってると思いますなんとかね、はい、俺の弱さを感じさせるところって朝何もないのが、朝何かしら反応があることがゴールとしてやっていこうか。アポロチャンネル案外ファミリーも見てるらしっぽくて、ファミリー層にちょっとうってつけな動画を今まで上げてきてるんでね、悪口をねたくさん上げてファミリーに刺さる動画を俺ら送ってるんで。悪口ファミリーに刺さんない生きり立ったゆういちさんを映すのはさすがにちょっと勘弁なんで、なんでかってうちの母ちゃんとかも見てんすよアポロチャンネル。さすがにそのぐらいでビクトも死ぬおい、やめろ俺の母ちゃんの名前出すな。今お茶の間でびっくりしてんぞうちの母ちゃん。まあだからちょっとね、1ヶ月後のゆういちさんがねどれぐらい痩せてるかっていうところもポイントにしながら、ちょっとねあの動画楽しみにしていただけたらなと思います。ちょうどこのトンネルがあれですか、1ヶ月後に行くワープトンネルですかこれ。ほら今1ヶ月のワープ中です。ワープ中ジャンプして、はい、降りたら新しい檻になってるのね。せーの、ドン。ゆうさん、3月の18日月曜日です。ちょうど1ヶ月ですね。そうですね、あれが2月の17日だったんでね、1ヶ月経ちました。きっちり飲んでますちゃんと飲んだんですね。完全に需要と供給がマッチしてる状態そっかそっか、確かに目的に麺の一泊しかなかった。やっぱりあの時言った通り、かつての輝きが取り戻ったんですか。かつての輝きというより、かつての角度どうでした、ぶっちゃけ。まず飲み始めて、実はね1週間ぐらいで何かしらちょっとね変わるなっていう気がしたんです。たったの1週間で。わかるかな、こう部屋にいる時にあの謎を、言葉もうちょい濁してもらっていいですか。あの謎息謎息切りがね少々発生するようになった。その次にしばらくなかった赤息切り待って、払いたあの聞いたことないワードとワードくっつけるのやめてもらっていいですか。はい、こういうやつ腹立つんだよ。どういうこと。ああ、入ろうとしてくるやつね。入れてくれば当たり前みたいな感じ。どうぞ入ってください、どうぞ。こうやってやったらきっとハザード立ってくれるんじゃないですかてかそもそもさ、 PR 案件で今回の動画いただいてるから、ただ嘘ついていいように言ってるだけですよね。いや違う、あのね、俺正直言って、はい、こういうのは本当にめちゃくちゃ疑ってるの。偽物だと思ってるってことですね。なんかね、適当に無茶そうな栄養分入れてみんな買うんでしょみたいな適当な商売にね。ああ、はいはいはい。まあ実際適当な商売ですもんね。まあ無理みたいな商売だもんね。はい、そういうのってかなり疑ってたんだけど、はい、それぞれの体質によるかもしれないけど、僕に関してはズバリ完全に聞いた。だからあれですか、つい1週間ぐらい前にさ、僕用とゆういちさん用でとりあえずいただいたじゃないですか。僕が飲んでも正直何も変わんないだろうなと思って、議会風のまま僕家置いといたんですよ。旬のやつもう一個余ってるって連絡してきたじゃないですか。マジだったんですよ。2年間に来てくださった担当の方に俺なんて言ったの。え、僕なんて言ったんですか。10ヶ月分くらい
ちょっと待って、事故る事故る、待って、そんなに気に入ったの？それだけじゃなく、キスだけど気力もアップしたような気がする。誰？あ、YouTube です、 YouTube。 あ、視聴者さんですか、ありがとうございます、ありがとうございます。武道具のお店の店主ですかね、ネロックスの差し金ですか。気力も上がったって、それはちょっと多分ぶっちゃけ持ってますよ、それは。だけどね、たまたま俺がやる気がアップするタイミングと行けるタイミングであったのかもしれないけど、僕としてはタイミング的に効果があったようにしか思えなかった。お願いしますっていう。あ、マジなんすね。だから、あの、あながち、この、全否定ができないですよ。ただ、因果関係ははっきり説明できないけど、何かしら変化があったのは確か。だから、あの、二輪館で、あの、担当者と会った時、抱擁してたんすね。うん、抱き合ってましたもんね。俺、コソコソしてるんだ。はい。で、後ろでフラッグシップの担当の人が、後ろでこうやってやってましたよね。試してみるもんですね、こういうのって。俺と同じで全否定なさってる方かなり多いと思うんですけど。いや、俺もだって全然興味ないですもん、そういうの、うん、ちょっと生きる頻度が減ったなっていう方とか、はい、生きりが弱いなとか、はい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 、生きりてぇなみたいな、ね、試してみると悪くないと思う。これ飲まなくなったらまた弱者に戻るんですかね。どうしても弱だ。そうですよね。飲まなくなったらはい。じゃあこれでやっとゆういちさんもちゃんとした男性に戻れたっていうことで。だから自分もね、はい、10年もしたら分かります。10年もしたら、はい、何か前とも違うなっていうところから気づき始める。でもそれ20代前半の頃にね、30超えたら体が変わるよとかなんか言ってくる先輩がたくさんいたんですよ。で実際今33になりまして、体の変化があったかっていうとぶっちゃけそんなないんですよ。なんか階段上がる時に息が上がるとか、体が重くなるとか、関節が痛くなるとか、なんか動悸がするとか、30代超えてそういうのが出てくるよみたいなことを先輩方はみんな言ってたんですよ。俺1ミリもそんなんないんですよね。ちなみに俺もそう思ってた。だけど今サーサが言い並べたやつ今全部当てはまる。え、マジ言ってんの？俺って永遠に老けるんじゃないかと思ってた。まあ確かに美男子ですからね。そういう話だ。え、じゃあ僕も今33じゃないですか、うん、あと7年で40か、40歳になった時またさらにガラッと体変わるってことですか？ガラッとは変わらない。徐々に徐々にで、気づかないうちに年齢に蝕まれていく。僕スポーツやってるじゃないですか、バスケとか、そういうのはもう今もずっと続けてった方がいいってことですか？これからおすすめするのはスポーツをずっと続けること。外出するときは必ず日焼け止めを。あ、日焼け止めも？あなたは、はい、まだまだやるべきことがたくさんあるんだから。いやいやいや、そんなことないですって。いろんなことに負けないためにそういうのを飲んだり、普段から運動したり日焼け止めを塗ったり、ちゃんとすでに対策しておいた方がいいよっていう話です。そうかそうか。え、ゆういちさんってちなみにサプリメント飲んでます？僕ね、シンビオフェルミンとか。ゆういちさん、俺もマルチビタミン飲んでるっす。幸いね、はい、いい感じにいってるじゃないですか。おかげさまで本当ありがとうございます。本当ある程度年いってからになってしまったんで。いやいや、そんなことないです。ゆういちさんめちゃくちゃ若いですって。あのね、ギリギリ。いや、じゃあ信号でボケんじゃねえよ。歩いてたからね。はい、いつもね、俺らのやり取り見て、はい、みんな機嫌な顔で見るんだけど、はいはいはい、今の人サーフの笑いに釣られて、はい、笑ってた。話の内容知らないのに笑ってた。いや嬉しいっすね。もう一つ僕たちが人の幸せを作ったってことでよろしいですか？そうですね、人生やっぱりポジティブに生きるべきなんでね、ゆういちさん。上向き上昇で生きていきましょうよ。人によってね、はい、すごい落ち込みやすい人いるんだけど。いや、そんなことないですよ。落ち込んでも何も解決しないから、気楽に受け止めて、はい、何か失敗をしてしまったらね、やれることをやって、はい、あとはもう受け止めるだけでいいの。落ち込む必要は何にもない。私なんて、私なんてっていうのは人
分散しちゃうから僕ってかなりポジティブじゃないですか、うん、落ち込むことってまああるけどほとんどないじゃないですか、うん、ずっと明るいじゃないですか、うん、周りもねその落ち込んでる人というかテンションの低い人って全然いなくてずっと人生なんか本当に底辺な水準以下の生活してるくせにずっと笑って生きてこれてるんですよ。だからこれからもやっぱりゆういちさんと二人きりで手つないで笑って生きていけたらなと思ってるんですよね。手を取り合って、はい、手取り合って生きていくのが一番大事じゃないですか。人生楽しく生きていきましょうね、ゆういちさん。じゃあこれでね今回のネロックスのおかげでよりテンションの上がる楽しい毎日が過ごせるってことですね。あのネロックスさん、笑って笑ってお願いします。あ、そっちのカメラ目線で言ってるんですね。そういう CM ぜひ受けてくださいね。これは私は治ります。